ほのかな琥珀色と芳醇な香り、キレと柔らかさを兼ね備えた日本酒 G シャープ。作ったのは歴史ある酒蔵の若手の蔵人。うまくいったことの方が少ないぐらいで、悩みながら生まれたお酒です。国の名勝、岩国市の錦帯橋、そのたもとを流れる清流の錦川。岩国市ではこの良質な水を使った日本酒造りが昔から盛んです。岩国のお酒で有名なものの一つが五橋です。名前の由来は5つのアーチが連なる錦帯橋です。口当たりの柔らかさ、そして華やかな香りが人気を呼んでいます。五橋を作っているのは明治4年創業、今年で150年を迎える栄酒造です。蔵を案内してくれたのが片山雄一さん。入社して16年目、蔵人としてはまだまだ若手です。片山さんが酒造りに興味を持ったのは中学生の時でした。中学校の授業の一つで、高校調べという、授業がありまして、その中で友達が田伏農業高校のことを調べて、発表をしていました。でその発表を聞いた時に酒造りの説明もあってですね、一つ、酒造りというのを、頭にインプットされて。片山さんは日本で唯一酒造りを行う田伏農業高校に進み、卒業後は東京農業大学短期大学部で酒造りを学びました。お盆だったり正月だったり、連休だったりっていう、そういう長期の休みがあるたびに親戚が集まって、親戚の大人たちが楽しそうに酒飲んで、バカ笑いして楽しそうに、飲んでたのが印象的だったので、お酒というのはイコール楽しいもので、子供もやっぱり大人が笑ってると楽しいですし、お酒に対して、いいイメージっていうのは子供の頃からあったのかなと思います。短大を卒業後、栄酒造に入社し、伝統の技と新しい技術を学びながら酒造りに励みます。そして去年の秋、県や山口銀行などが進める県産のオリジナル商品の開発依頼が舞い込んできました。新しい酒の開発には片山さんを含めた若手4人が抜擢されました。当時の作る酒ではなくて、自分たちで考えた、お酒、こうやってみたい、あれやってみたいっていうのを、表現できるいい場になるんじゃないかなと思ったので、ぜひやりたいなというふうには思いました。目指したのは若い人が飲みたくなる日本酒。しかし完成までの道のりは簡単ではありませんでした。アルコール度数が苦手で敬遠されている方にも受け入れられやすい低アルコールというところを目指そうという、ところが決まりました。でもう一つ、味わいとして食事と飲んで美味しいお酒、低アルコールで辛口というところを目指したというのが、アルコール度数は低くしたいんだけども、その甘みをなくしたい、辛口にしたいっていうのは、その日本酒の常識から言うと相反していることを実は、表現しようとしているので、すごく難しいというか。日本酒造りは発酵期間が長くなるほどアルコール度数も高くなります。アルコールを低くするためには発酵期間を短くするのが一般的ですが、発酵期間が短いと糖分が残り、目指す日本酒の辛さはなくなってしまいます。ぶつかりうまくりでした、むしろうまくいったことの方が少ないぐらいで、そのチャレンジは失敗だったりだとか、うまくいったりだとか、本当いろんなことがあったので、なかなかに大変だったなと思います。こうした方がいいんじゃないかな、明日方がもっといいくなるんじゃないかなっていう思いをいろいろ詰め込んだというか、
試行錯誤しながら作ったお酒になっているかなとは思います。およそ半年かけて完成したのが純米吟醸 G シャープです。 G は五経の頭文字、そしてシャープな切れ味との意味を込めました。麹と水の配分調整や仕込み方を工夫するなどして、アルコール度数は14度と一般的な日本酒よりは低く、辛口な味わいも実現できました。片山さんはこのお酒を多くの人に楽しく笑顔で飲んでほしいと願っています。まあ、自分たち若手4人組で、それこそ壁にぶち当たりながらも、悩みながらですけれども、なんとか作り上げたお酒になっているので、それこそ親戚の、おじさんおばさんが笑顔になってたみたいに、皆さんで楽しく飲んでいただいて笑顔になっていただければなとは思います。